ピュアデータは1990年代にミラーパケットが開発したデスクトップミュージックとマルチメディア作成用のビジュアルプログラミング言語である。パクエットが主に開発したが PD はオープンソースプロジェクトであり多数の開発者が参加している BSD ライセンスに似たライセンス条件でリリースされている PD はその対象領域も設計もパクエットが 以前に開発した MAX に似ており、MAX の商用の後継である MAX、MSP とある程度相互運用が可能である。PD も MAX も典型的なデータフロープログラミング言語である。グラフィカルな環境で関数やオブジェクトが相互にリンクされ制御フローや音響の流れを表す。PD では音声処理などもホスト CPU 上で行われる。これは MAX、 書いて ES において DSP ボードに信号処理や合成を任せていたのと対照的である。PD のコードはデビッド・ジ・カレリによる MAX の MSP 拡張のベースとなった。MAX と同様、PD はソフトウェアで部品として利用できるモジュールコードベースを備えている。拡張可能な API を備え、C 言語で書かれた部品を流用したり、他の外部部品を活用することで Python、 ルビー、スキームなどの言語で書かれたモジュールも活用できる。ただし、PD 自身もプログラミング言語である。PD で書かれた流用可能なコードは、パッチ、またはアブストラクションと呼ばれ、フリーなプログラムとして流通している。また、他のプログラミング言語の知識がなくとも、PD の利用には何の問題もない。外部リンクの不死には、ピュアデータの様々な外部モジュールが、 リストアップされている。GEM は他の外部モジュールのベースとなっていると同時に、オパングル画像や動画のリアルタイム操作を可能としている。また、PD はネットワークやインターネット上での共同作業が可能であり、リアルタイムで遠隔にいる人々が共同で音楽を作成するといった利用が可能である。PD はデジタル信号処理ソフトウェアとして44,100 サンプル毎秒のサンプリング周波数と64、サンプルごとに一部ロックの制御レードを実現している。制御メッセージや音声信号は一般に画面の上から下につながっているオブジェクト間を流れていく。フリーウェアであるため無料で利用できるが、商用の MAX、MSP と比較すれば、処理速度、機能面、安定性では劣ると評価されている。日本では、 作曲家の宮間千佳氏が PD を広めた先駆者として知られている。PD は、アトム、メッセージ、オブジェクト、コメントという4種類の基本テキストをサポートする。アトムとは、PD における基本データ単位のことで、不動小数点数かシンボルか他のデータ構造へのポイントのいずれかである。なお、PD では、すべての数値は32ビットの不動小数点数である。入力データは、 ファイルから読み込んだり、ファイ r ーワイヤー、USB、ネットワークなどから、オパンスンド、コントロール経由で何らかのオーディオボードやミディを読み込んだり、その場で生成したりする。結果をテーブルに保持して、それを新たな入力に使用することもできる。メッセージとは、一つ以上のアトムから構成され、オブジェクトへの命令として働く。中身のない特別なメッセージをバングと呼び、 データの流れを開始させるスタートボタンのような役目を持っている。PD の基本オブジェクトは算術演算、論理。PD の特筆すべき機能はデータ構造を視覚的に表現できることである。これには様々な応用が考えられ、作曲やイベントの順序付けから視覚的な作品を作ったり、PD 自体の GUI を拡張したりできる。Pure Data の名の通り、PD のデータ構造は 音楽データを静止画としても動画としても表現できる。C 言語の構造体のように PD のデータ構造は様々なデータで構成でき、データ構造の視覚化をデータ構造でパラメータ指定することで制御したり、PD のパッチ内でのメッセージや音声信号を制御したりできる。パクエットは以下のように記している。PD はデータ構造とそのグラフィカルな外観を記述するために、 全く構造化されていない環境を提供するよう設計されている。根底にある考え方はユーザーが任意のデータを任意の見せ方で表示できるようにすることである。このため PD では C 言語などとは全く異なるデータに形や色を与える視覚的なデータ構造を導入しユーザーがデータを視覚的に編集できるようにした。データは内部で編集することも ファイルから読み込むことも、アルゴリズムによって生成することも、入力音声やデータを解析することで作成することもできる。ミラーパクエット、PD ドキュメンテーションチャプター2から2.9、データストラクチャースピュアデータのサンプルコードパッチ1は、ハローワールドを端末にプリントする。パッチ2は、入力チャンネル1からの信号にリバーブを適用し、出力チャンネル1と2に出力する。 パッチさんの例はより複雑で、まず最初にホワイトノイズに 9000Hz のバンドパスフィルターをかけ、続いて1秒間に0.5秒のフェードイン、フェードアウトが合成される。PD では、時間はミリ秒の単位で計測されるため、1 0 0は1秒を表し、500は0.5秒を表す。ありがとうございます。